はい、おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は僕の体調、病気のお話をしようと思います。好酸球性消化管疾患っていう、病気の治療中なんですけれども、夏だったかな、夏ちょっと前とか夏ぐらいにちょっと体調を崩したので、ステロイド治療を仕事をしながらしたんですね。で、そしたら案の定、完全に副作用が出てしまって、治療中断っていう形になったんですけども、それでもステロイドを飲んでる間は少し体重が増えたので、少し仕事をできる期間が長引いたっていうのはあるんですよね。ただ、体重がまた最近ちょっと落ちてきています。で、どんな状況かっていうと、食べた後の疲労感、お腹の張りっていうのがかなり強くなってきたのと、こう、食べた後の喉の使い感、嘔吐みたいなものも増えてきました。で、そんな中でもずっと食べてはいるんですよね。ただ、食べると苦しい。で、1回、2回ぐらいかな。エレンタールと、フルーツが入ってるゼリーだけっていうのの食事にして、あとは何も食べないってすると、やっぱり食べないとすごくお腹が軽くなって楽なんですよ、症状が。もう、お腹の張りみたいなものが、普段の食後と比べると半分以下ぐらいになるので、ただやっぱりそれでは体重が維持できないっていうことで、休みの日だったりだとかっていうのにそれを試すようにしてるんですよね。で、仕事の時にエレンタールだけとかエレンタールとゼリーだけっていう形を取ると、おそらくエネルギー切れになって仕事中に倒れてしまうっていう可能性もありますし、仕事中に忙しくなってこう具合悪くなって倒れかけたっていうこともやっぱり何度かあるので、仕事中にそれは試さないようにしてるんですよね。なので、今日は前中で仕事が終わりで午後から休みなので、また昼ご飯はエレンタールとゼリーだけっていう形を取ろうかなと思ってるんですけども、やっぱりそうなってくると体重の維持がなかなか難しいんですよね。なので自覚症状の改善と体重の維持と仕事っていうののこのバランスがすごくこう、なんていうんですかね、もう微妙なところで取っているので、一つ崩れるとおそらくドドドーって崩れると思うんですよね。なのでそうなると体重が一気に落ちて仕事ができないみたいな形になりますし、今も結構ですね、もう休まなければいけないっていう状態に片足完全に突っ込んでしまっているような状態なので、これ以上はちょっと悪くできないっていうのもあるので、日常生活でもこう午前中はある程度体が動くので、こうやらなければいけないことっていうのは午前中に終わらせてしまって、午後からもうぐたっとしてることが多くなってきたんですよね。なので仕事中になかなかこうぐたっとできるするっていうことができないのと、夕方がどうしても忙しくなりますから、そこがちょっとやっぱりしんどいなっていうのがあります。で、今こう喋っていてもこう喉が疲れたりするので、薬剤師っていう仕事自体がやっぱりこう話をするっていう仕事なので、その喉が疲れるっていうのも結構致命的なんですよね。なので泡みたいなタンがたくさん溢れてくるっていうこともちょっと増えてきたので、これはまずいなっていう気はしてるんですけれども、できる範囲のことでね、できることをしようっていうのが僕の目標ですから、できるうちはね、できることをする、ただ無理はしないっていうのを自分との約束として決めていますし、医師ともそれを約束しているので、それを守るっていうのも大事なことですよね。一回破るとやっぱりこうもうちょっと大丈夫かなっていう形になってしまうんですよ。で、そのもうちょっと大丈夫かなをずっと続けた状態が一番最初にショック状態で運ばれた状態ですから、そうならないっていうのも、そうならないようにするっていうことも大切なことなので、自分の体を大切にっていうことで、ただできることはするっていうことを心がけているところです。なので、そろそろなんか仕事休まなければいけなくなりそうだなっていう気がするので、この仕事の働き方みたいなものを、今度市役所とか難病相談のセンターがあるので、皆さんどんな風にしてあるのかちょっと聞きに行ってみようかなっていう気がするんですよね。なので、それでね、こう、いい案だったりだとか、こんな方法がありますよ、みたいなものが見つかったらね、またちょっと紹介してみたいと思いますので、今週はちょっと水曜日、午前中、水曜日が休みと、午前中だけ仕事という交互なので、来週が実は水曜日一日休みなんですけども、予定が結構ぎっしり詰まってしまっているので、一日平日休みの時に病院の採血みたいなものもちょっと先延ばしになってしまっているので、採血が終わって難病の相談センターにちょっと行ってみようかなという気はしますね。ということで、いろいろこう考え中の和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。